皆さんこんにちは、ズータイムです。こんにちは。はい、今回も野鳥少年ハルト、新しい企画をお届けしようと思うんですけども、今回はどんな企画でしょう。今回は今まで撮った野鳥の正面写真特集です。おー、正面ちょっと YouTube らしいことをしてみましたね。頑張ったね。はい、では、照明写真ね、あの野鳥を撮っている方からするとですね、多分おそらく皆さんね、経験あると思うんですけども、やっぱりたまたま撮れたっていうのもあれば、狙って、あ、照明向いたと思って撮影する方もいると思うんですよね。で、春にとって、照明写真のやっぱ魅力って何でしょう。この種類で照明写真を撮ると、違う種類に見えたりすることもあるし、そう、面白く見えたりするね。あと、その鳥の表情とか、顔が変わって見えることもあります、そうだよね、で今回は、写りとかはね、それほどいいものばかりではないんですけども、正面がね、たまたま撮れたり面白い表情が見えたりする野鳥の写真を集めましたので、ぜひぜひご覧いただければと思います。それでは今回も行ってみましょう。正面首かしげキュン。不良少年、オラ。ほほほほほ、私の時代が来たわ。カバ、だるまさんが転んだ。天使の輪、君が好きだ。チークつけてみました。ポチョン、ズン。キノコの森、夏は水しか勝たん。I'm a perfect human。 サンタクロース。イスカですが、どうすか。私は誰でしょう。ご飯のおかわり自由です。モグラたたき、エッグ。徹夜ですが、見てるぞ。波からクラちゃん、んめー、ハートマッチョ、巣作りキュート、仁王立ち。私が守る。お気に入りの毛布。
それではいかがだったでしょうか。今回は、春が撮影した照明写真ねからね、いろいろな想像を駆り立てて、面白い視点からね、その写真を眺めてみるといった企画を行ってみました。春どうでした？やっぱ鳥ごとにいろいろ正面から見ると特徴があって、うん、面白い名前が付けれました。そうだよね、うん、普段はズータイムチャンネルね、生態を中心に、ご紹介しておりますが、まあこういった変わった視点もたまにはいいかなと思います。それでは引き続きズータイムチャンネルでお楽しみください。ありがとうございました。バイバーイ。ズータイムチャンネルでは野生動物観察、それから適正な飼育方法、それからより専門的な知識をお伝えするズータイムカレッジの3つのテーマでお届けしております。自然界、それから動物界全体の魅力をお伝えできる番組を目指しています。それでは楽しく学ぼう。